させてもらうから。止めてくれない？ここに。あ、何胸見てるの？エッチ。それじゃあ、あなたのこといろいろ教えてくれるかな。あなたの名前それでいいでしょ。それじゃあ始めよう。
ちゃんときれいに撮ってくれた？ちょっと、あなた。あなた日本人よね。取材ね。それで私を撮影していたっていうわけ？でも本人に無断で撮影するのはどうなの？とビビった？ちょっとからかっただけ。なんかほっとしたらついね。ここじゃ言葉がわからないから誰とも話せなかったし。あ、さっきからかったお詫びと言ってはなんだけど、撮影の続きやってみよっか。まだまだ。次は頑張ってね。へえ、駆け出しのライターさんなんだ。じゃあ私と同じだね。またまたうまいこと言っちゃって。本当？嬉しい。ありがとう。ここへはどんな仕事で来たの？さんはいないの？実は私も仕事できたんだけど、一人きりなの。グラビア撮影できたんだけど、手違いでマネージャーと別々の飛行機に乗っちゃったの。おまけに他のスタッフが出発できないって連絡があって、初めての国で一人っきりですっかり心細くなってたの。本当？分かっ
ってくれる？嬉しい。優しいんだね。ねえ、時間ある？よかったらご飯食べに行かない？私お腹ペコペコなの。それじゃあ行こっか。